チームは少ないと思いますけどね。あ、そうなんですか。あ、志賀くんですね。あ、伊達くんもいるんだ。ユタが出るの。あ、伊達くん行かないんですね。あ、ユタはさっき言ったじゃないですか。あ、そうですけど、なんとなく行くメンバー選ぶなら入ってるかなって。まあ今年フジモンが飛び切りなんで。あ、そっか、サイドバックがいるから。考えると3人はサイドバックいらないですよ。そっか、って考えるとしょうがないな。しょうがないですね。まだエンジン組んでる。あんまり来てないですね。遠いから来なかったのかな。どこですか？ソルティロ。ゾゾパークがソルティロでしたっけ？マッパリです。写真だけ一番撮っとこう。今日4点差以上で勝てば首位ですよ。今首位になる理由があるんですか、逆に。変な勝負事だから早く磨けばいいじゃないですか。別にぶっちゃけソルティロは侮れないですかね。その4点差で勝とうとするのは難しいかもしれないですけど。あ、Jユースの予選は勝ってくるチームでしたっけ、確か。そうですね、ソルティロは。